立命館大学全国高校大学ソフトウェア創作コンテクストアイチャレ2016ファイナル選考会を開会いたします私は本日司会を務めます立命館大学理工学部2回生の遠山明ですまた撮影は立命館大学理工学部3回生井上しおり川原亮太郎佐藤優 情報理工学部一回生足立加穂雲川真穂浜谷新一郎平井健志郎生命科学部一回生北川優です私たちは立命館大学放送局 RBC に所属し日頃から学内の放送番組でやありましたりえこうした催し物のお手伝いでありましたり 学内外で放送活動を通して様々な活動を行っております本日はどうぞよろしくお願いいたしますでは,ではまずはじめに本コンテストの委員長で情報理工学部学部長の中谷義雄よりご挨拶申し上げます中谷委員長よろしくお願いいたします えと皆様、おはようございます。えー、主催者を代表いたしまして、あの情報理工学部長の中谷からごのご挨拶をさせていただきたいと思います。えー、と今えっと年も、アイチャれを BKC、このクリエーションコアで開催、えー、できましたこと、あの心からあの嬉しく思っております。でまた、これだけ多くの方々に参加していただきましたことを心から感謝いたします。 愛知、えー、あれはもともと ICT チャレンジャーという名前で2011年から始めましたで最初は高校生の部しかなかったわけですけれども今回は6回目ということになりますで途中から大学生の部が始まりまして今回が4回目ということになりますで今年は73件の応募の中から13件がファイナリストという形で、えー、と本日 えー、このステージで発表していただくことになっています。で13件のうち高校が7件大学が6件ということで、えー、っとぜひ、あのー、アイデアに富んだ面白い、えー、作品を発表していただければというふうに思っております。でチャルはですね主催はあの情報理工学部ですけれども。 共済と,として、えー、と G ・ースタイラス様に共済、えー、していただいているほか、えー、17の企業様それから、えー、組織ですね情報界のおサポートを得ているということとあとお一人の個人共済ということをあの得て、えー、おりますで共産、えー、のお企業様にはですね、えー、本日あの 評価のの方方ししてて審査おお願いしております、えー、ぜひあの厳しく温かい目でですねあの評価をしていただければというふうに思います。でちょっと生々しい話をしますと,、えー、と高校生の部で、えー、とこれまで6回やってるわけあの5回やってるわけですけれども、まあ、その中で、えー、と情報理工学部の AO 入試で、えー、入学された方が13名おられるということで。 そういうういいい縁もあるかなというふうに思いますそれから大学の方はこれまで3回やってるわけですけれども11名の学生さんが大学生が共産企業様に入社しているということでそういう縁を作る場でもあるというふうに考えておりますでこの部屋の外のホールのところに共産企業様のブースを用意しておりますで後ほど 交流会の時間を確保しておりますので、ぜひそこで積極的に交流していただければというふうに思います。それから、えー、とこの今日の様子はですね、ユーストリームでリアルタイム発信しているのと、それからツイッターでも、えー、とそちらに出てますけれども、ツイッターでもあの公開をしております。で、き、え、ょ、ー、BKC に来られなかった方々もですね、ぜひオンラインで参加していただければというふうに思っています。今日はあの夕方まで ちょっと長丁場ではありますけれども、ぜひ大学生の方、それから高校生の方入り混じってですね、交流していただければ、それと企業の方ですね、あの入り混じって交流していただければと思っております。ぜひあの暑い一日を過ごしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ありがとうございました続きまして審査員の皆様をご紹介いたします副委員長立命館大学情報理工学部教授柴田文久様副委員長立命館大学情報理工学部准教授野口拓 株式会社、セガゲームス、セガネットワークスカンパニー、渡辺様、株式会社、ワークスアプリケーションズ、対馬様、レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社、中川様、サイボーズ株式会社、酒井様、 ヤフー株式会社、田辺様、ピクシブ株式会社、川上様、株式会社、朝日ネット、浦田様、株式会社、ジュ田中様、富龍株式会社、望月様。 株式会社メンバーズ河井様ニフティ株式会社市角様株式会社日成コム加藤様 株式会社みんなのウェディング坪井様ソフトキューブ失礼いたしましたソフトキューブ株式会社北村様立命館大学情報会奥様 リモット・安藤様は午後より出席されます。立命館大学情報理工学部西尾信彦山添博福森隆博島田信孝は ゲリラ副音声中継中のため別室におります <laughs> 萩原義信松尾忠以上二十五名の皆様ですどうぞよろしくお願いいたしますファイナルを開始するにあたりまして 実施要項について野口副委員長よりご説明いたします野口副委員長よろしくお願いいたします野口ですえちょっと時間が少し押しましたので簡単な説明にしたいと思いますあの前に映しておりますが今日 <laughs> 今日の「アイチャレ」はですね今開会式やっているんですけれどもこれが終わりましたらファイナリストによるステージ発表でお昼の間にブース発表と企業交流会企業交流会はここに書いてあるように1時10分から2時のスロットと17時25分から18時15分というふうに二部構成になっておりますでこちらの企業交流会ではですねあのファイナリストだけじゃなくて一般の,あの、えー 参加者を含めまして積極的にぜひあの共産企業の方と交流していただきたいなと考えておりましてえその積極的な交流者にはこちらにありますようにアマゾンカードですねあの一番頑張った頑張ったというか積極的に交流者した人には1名1万円でえそ時点の5名の方に5000円という形でお送りしたいと思いますのでぜひあの交流会の方に積極的に参加していただきたいと思います。 であとですねあのプレゼンテーション賞というのがありましてこれはあの先ほど紹介のあった審査員だけではなくですね参加者、まあ、ファイナリストを含めた参加者の皆さん自身で、えー、審査していただくという賞がございます。でこちらはですね、えー、ファイナリストだけではなくあのブース発表お昼にそちらあの出たところでブース発表するんですけれどもそちらも含めてあの全ての作品から優れていると思ったものを選んでいただきたいと。 思いますちなみにですね昨年度の最優秀発表最優秀賞はブースから出ておりますのでこのステージだけではなくですねブース発表で来られた方もぜひ頑張って発表していただきたいと思います。でまた発表者にコメントがありましたらお手元のですね審査員 QR コードを書いた審査フォームの投票用紙の説明が あると思うんですまあそちらを通じてコメントを送っていただければ各ファイナリストの方にフィードバックされるというふうになっております。あこちらですね、ごめんなさい、あのこ,こういう QR コードの、えー、お説明した紙がお手元に ID と印刷右肩に印刷された紙に書いてありますので、そちらを見て、えー、投票をお願いしたいと思います。でえー、最後にですねあのこの ライブ中継を先ほど紹介していただいた立命館大学放送局がやっております。これは Ustream で生中継されておりますがその他にもですね副音声付き 10km ゲリラ配信というのもやっておりまして、まあ、お好きな方をぜひ見ていただきたいと思います。あとツイッターもですねあのいろいろつぶやいていただいてこの「ハッシュタグチャれ」をつけてつぶやいていただくと。 この両両サイド、ちょっと後ろの方は見えないかもしれません。まあ、手元のスマホなりで確認していただければいいと思いますが。あの、そちらの方に、で、見れますので。ぜひ、あの、積極的に、あの、つぶやいて、盛り上げていただきたいなと思います。では、あの、今日一日長いですけれども、よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして。 プレゼンテーションのルールについてご説明いたします。ファイナリストの皆さんは自己紹介を含めて9分以内でプレゼンテーションを行ってください。残り時間1分前になりましたらこちらですね、1分前のカードを上げさせていただきます。9分が経過し終了となりましたらという形で1回ベルを鳴らします。ベルが鳴りましたら、えー 質疑応答の時間3分間がありますので、そちらに移っていただきます。では、ただいまより、ファイナルプレゼンテーション、高校版を開始いたします。審査員以外の皆様の座席には、プレゼンテーション賞の投票方法とコメントの入力方法についてのシートをお配りしております。プレゼンテーション賞は、審査員の投票と皆様のからの投票を 結果に基づいて決定します。先ほども説明がありました通りです。高校版、大学版。それぞれ三件を選んで、十七時三十分までに。投票をお願いいたします。それでは、プレゼンテーションに参りましょう。高校版のトップバッターは。川岸弘樹さんです。ご準備ください。